全力少年少女。メガオカルゲッツファイト。名張市伊賀市でスポーツを頑張る子どもたちを紹介します。今回は名張市で活動するミニバスケットボールチーム梅ヶ丘ロケッツ第1弾。チームに参加したきっかけを教えてください。初めは見学で見ていて面白いと思ったので入りました。いつから始められましたか？1年生からです。チームの特徴を教えてください。身長が低いので速さを生かしてレイアップを決めたりしていくチームです。これからどんなことを頑張って練習していきたいですか？止まってシュートを生かして、そういうことを生かして頑張っていきたいと思います。それでは今後の目標を教えてください。県大会で優勝できることを願っています。チームに参加したきっかけを教えてください。体力作りのために来てバスケが面白いと思いました。いつから始められましたか？3年生の5月からです。普段はどのような練習をしていますか？フットワークやスリー面とかです。フットワークって主にどのような練習ですか？一番最初に走ったりして、後から足腰の強化です。これまでに自分が成長できたと思うことはありますか？バスケの試合とかで得点を、今までより上げれたりとかしたときに、成長を感じたなと思います。それでは今後の目標を教えてください。県大会で優勝して誰よりも上手くなることです。